はい、短期決戦です。4月25日8時4分です。第1477回ロト6の予想をしていきたいと思います。とりあえずロト7の結果ね。365回。1、4、13、14、16、22、35。ボーナス数字10、23。1等該当なし。とりあえず、ロト6過去、ななパパさん、おはようございました。おめでとうございました。ロト6過去10回を入力します。おはよう。で、ロト7を入力します。これいいよね。なんか30の位が来そうだな、これな。なんかすごい数字が偏っちゃってる。ロト6な。それで、ロト6過去10回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回。ロト6過去10回から1が何個あるか2が何個あるか数えます。で、ロト6過去に、過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で今後6回なんだけど、1が何個あるか2が何個ある。で、ボーナス数字もチェックします。そうすると、下に入ってきて、1回も、ナナパパさん、磁石でボール引っ張ってんだよ。磁石でボール引っ張ってんの？ 1 回も出てない数字が0で表されます。17、28、29、34。ロト6？ 36。挟まれた数字。1回だけ出てるんだけど、その両サイドを、が2回以上出てる数字。5とか、12とか、15とか。39。かぶってる数字。5回以上出てる数字。4、6、7、9、10、14、22、23、24、26、27、かな。で、挟まれた数字を、下へ持ってきます。重要数字、5回以上出てる数字が重要数字。で、混合6回、参考回は混合6回。準重要数字はボーナス数字。2、10、14、23、19、19、23、31、33、35。参考回を全部見て目立つ数字。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、13、14、15、16、17、18、19、
挟まれた数字は持ってきたよね。うん。で、前回の数字の分布図。前回の数字を赤で示して、その両サイドをオレンジ色で塗ります。前回の数字が、6、22、38、40、41、42、35。10のくらい使ってないんだよ。で、並べると、今出てきた数字を全部並べると、2、3、4、6、5はないね。5あるね。5、6、7、8、8はないね。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、多いな。26、27、28、29、30、31、32、33、35、39。OK。で、でね、前回の数字がね、で、それと、気になる数字。気になる数字が、40、41、42ね。よし。で、予想していきましょう。組み合わせていきましょう。5、6、7。21、22、23。41、42、43。40。39、38、37、34。2、3、4、5、6、7、2、3、4、5。7個になっちゃったね。これちょっと多いね。39、35、33。
39、35、33、42、41、43、38、35、36、33、37、33、31、24、6、10、14、15、19、23。ちょっと多いな。削るか。こんぐらいでいいよ。はぁーっ。10のくらいあんまり使ってないんだよな。10やめるか。25、33、31、24、26、生温かい視線さんをキャリーオーバーで出るじゃん。2枚ずつ買うか。2枚ずつ、いいね。25、31、32、30、34、33、28、29、28、15。こんなもんだね。ああ、ちょっとね、後半に、偏ってる感じ。わからんけどね。前回がね、41、42、40、41、42だったからね、ここら辺、後ろが来んのかなって思ったりもして。30代が来るかなって思ったりもして。こんな感じ。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。